ベイビーズブレスのアスミマリンです。ベイビーズブレスファーストワンマンライブまであと2日。この日のためにみんな早朝レッスンだったり長時間レッスン、あといつもよりレッスン数を増やして頑張ってます。そしてこの日は新〇〇がいっぱいあるのと、この日しか見れない演出があります。活動してきて約1年間のありがとうの気持ちをファンの皆様にお届けしたいし、1年前と比べて成長したベイビーズブレスの姿を、実際に見てほしいです。絶対に皆様のことを笑顔にして幸せな一日にできるように頑張りますので、ぜひぜひ4月28日日曜日は赤羽に来てください。